楽しかった。そらはちゃんも出てくれ、そらはちゃんありがとう。あざまる、あざまる水産業、あざまる。ほのたんさん、あ、でもあの瀬戸内めぐりは握手会ほのたんさんが出るので、そらはちゃんも出て、だから7人体制でお送りいたします。あのほのたんさんパフォーマンスはできないと思うんですけど、握手会は参加するので、はい、うん、ぜひぜひ見てください。そうだから私のレーンというか、そのあゆみんさん、そろはちゃん、私のんちゃんさんの 4人レーンなんで、結構ねお得、お得ですよ。4人と握手できるので。あ、中学生の中に入ってる、中学生サンドイッチされちゃった、やばいね。私以外みんな中学生っていう、ちょっと平均年齢上げちゃうんですけど申し訳ない。うん、あゆみさん中学生みたいじゃないからさ。うん、うん、ほのたんさんもくるぶし以外は元気です。ちょっとくるぶしだけね。そらはちゃん食べた？食べたよ。おいで。マジで言ってるの？マジで言ってるよ。そらちゃんね、中学生だからね、ショールーム出れないんですけどね。マジ？マジで。富士山撮ってんね。分かった分かった。無駄したら事故よもう。分かったよ。ほんまに言ってる？そらちゃんとカラオケしようと思ってね、この一つの。待って、コメントめっちゃ気になるんだけど。携帯持ってきなよ。いいよ。でも携帯もう触れるんだよね、ショールーム。え、見ることもダメなの？ダメダメ。うわー、そうなの？そうだよ。そうなの？嘘。見えなくなってるでしょ？ほら、色黒くなってる。えー、本当だ、アプリ開けなくなってる。開いたらパパに承認しないとダメなんだ。パパに承認しないとダメなの？パパにやらされてるの？それはパパがショールームできないようにしてるの？そうパパどんな、すごい、パパすごくない？そう、携帯触るから、携帯触ったら止まらないから。あ、だから、もうアプリが開けないようになってる。すごい。それショールームがやってるわけじゃなくてパパがそれやってるの？そんなことできるの？15分だけいいって言われた。15分だけいいの？うん、開けた。ごめんなさい。パパ見てる？もしかして。いや、わかんない。わかんない。びっくりした。パパすごくない？びっくりした、今。だったらどうだったのか、すごい気になる。今、パパのことしか書いてないよ。マジ？ちょっとマイクつけよう。びっくりした。今びっくりした。